うまいこと言ったなと思ってさそれで次の日全くノーチェックで私ステージやったら、そしたらそのショーマネージャーが飛んできて、いやこれは乗せたいなと思ったけど40万円っていうのは3万円取れないで泣いてる芸人がですよ、どうやって40万作るのよ。考えて考えてね、考え抜いて40万円払うことにしたんですよ。私は見えなんか切る時でも見えってすごく力入れるんですよ。こうして構えてってやる時でもすごく手に力入れてやってるんですよね。だけれども私はね、ビートたけしさんが、あの人もともとストリップ小屋でコントやってたんだけど、まあそこに立って芽が出ないと思うから松竹演芸場に頼み込んで、まあ、出られるようになったその1回目の舞台から私ね見てるんですよ。でもうね演芸場に出る前からね2ビートってすごいよっていう噂がもう楽屋に立ってるんですよ。あいつはね相方ものすごい才能を持ってるよっていう噂がある。そんなすごい人なら見てみたいなと思って初日の1回目客席に回ってこう見てたんですよ。そしたらびっくりですよ。もう最初から才能の塊みたいな人だったの。もうただ一人だけもうポッ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 機関銃のように喋るだけで、相方がうんうんそれでよしなさい、そればっかり、それだけの漫才なんですよ。言ってみればそんなの漫才じゃないよ、漫談なんだよね。漫談に合いの手打ってるだけのことなんだよ。でもすごい才能で受けてるし、これは格違いだなと思って、ですぐに私楽屋へ降りてって、もういやーすごかった、面白かった、お茶飲み行きましょう、もうすぐ初日で私はお茶飲みって友達になっちゃって、それから毎日そのタケちゃんの漫才を見てましたよ。だけど気の毒なぐらいタケちゃんは売れない、全然売れない。それはもうね時代がタケちゃんのとこ行ってないんだよね。まだその頃多分深見千三郎さんの下にいらっしゃった。まあ深見さんから別れて、だから演芸場に出てきたばっかりの時だからね。で売れてないんですよ。なんで売れないかも明らかで、汚いんですよタケちゃんは。うんちおしっこ平気で言うし、それからバカヤクザ、うん、ブスババア、うんこもうありとあらゆるものをその、ね、敵に回しちゃうわけですよ。2ビートの主成分ですこれ、うん、でしたもんね。そうそうだから結局そのテレビが怖がって使えないわけだよね。でそれでも平気で喋ってるわけ、うん、だけどそれは演芸場のお客は喜ぶんだけど、よそで要するにこう綺麗にこう放送してどっかへお届けしようっていうようなところには不向きな人なんですよ。むき出しで見て面白いか面白くないかっても面白いだけど、なんかいいところへ出せない芸人だったわけですよ。でも私はもういっぺんで虜になっちゃって、でだから私が松竹演芸場で10日間ね藤山慎太郎の襲名を披露やったんですよ。でその時に演芸場の支配人が「慎太郎俺1本目の漫才誰出したい？」と「あっ2ビートお願いします」「2ビートでいいの？あいつなんかあれだぜ、うんこおしっこ言うぞ」と。「いや言ったっていい、私あの人がいいんだから出してください」って言って頼んだぐらいに、私は最初の1本目にタケちゃんをお願いしたんですよ。だから藤山慎太郎になったその10日間の間毎日タケちゃんと飲んでましたよ。ああ面白かったですよ、最高に楽しかったですよ。何のかんのタケちゃんとどれぐらい付き合ったろう、20歳から25ぐらいまで付き合ったんじゃないかな。5ぐらいになったらもう売れてきちゃって演芸場出なくなっちゃったけど、もうそれぐらいは私ずっとタケちゃんと一緒だったですよ。結局仕事がないからキャバレーに出たいっていうわけです。キャバレーは喋りなんて聞かないから、酔っ払ってる客だから。だから真面目に漫才が筋を言っても、バカ野郎この野郎引っ込めこの野郎とか言われちゃうわけですよ。だからどうしたらいいかって考えて、マジックやったらお客さん見るんじゃないかって、
で、しんちゃん悪いけどさ、マジックの道具仕入れてくれるって言うから、私はトリックスに頼んでさ、腕のギロチンだとかさ、まあ、とにかく受けそうなネタをね、6つ7つ仕入れて、マジックテーブルまでつけて、で全一式で5万円くらいだったと思う。今の感覚で言ったら15万円そこらのレベルだと思うんだけど、それを貸したんですよ。でトリックスの社長に、社長この漫才は絶対に売れますから、必ず月1万円ずつ返していきますから貸してくださいって言ったら、いいだろうって言ったっきり1万円も返らないんですよ、そのタケちゃんは。結局ちょっと仕事になると、それも生活費に追われてるからそっちに行っちゃって全然返さない。で私はそんなこと知らないから、順調に返してるもんだと思ったら、1年ぐらいして、あのね、藤山さん、あのなんかほら漫才紹介して、それでなんか道具持ってったろと、うん、一銭も返ってこないよ、みたいになってさ、で請求書だけ私のところに来たんだよ。それで5万3000円だかなんかさ、で大変ですよ、その時の5万3000円って、演芸場10日間出ても5万円ならない時代だから、その時に5万3000円出ちゃったんだもん、困りましたよ、払ったよ。それでだって授賞式の時、うん、あの武井さんがこれで許してよっておっしゃったら、慎、うん、太郎さんがこれで済むと思って、思うなよこの野郎。だってそれはないでしょ、その間に彼だって相当に稼いだくせに一向に返す気がないんだよ。側近で払えるような立場のくせに全然返す気がないんだもん。そりゃないよね。それでトースポの賞金で返そうなんてとんでもないよ、それは。もう料金違いもいいとこだよ。でも私はね、返してもらいたいとは思わないの、ね、一生言ってやろうと思う。で今度なんかあのショーフランスからレジオンドヌーブだかもらったんでしょ。だから私は信用しないっつうの、あんな詐欺師はいないんだから。絶対私はね、そんなね、勲章に該当するようなそんな芸人じゃないんだってね。私はフランスの大統領に会ったら言ってやろうと思ったら、ダメですよ、あいつに騙されちゃう、あんな詐欺師いないんだからってさ、言ってやろうと思ってるんだよね。Like open wings.